どうも皆さんはこんばんちは、アルジャです。おついでございます。デビリティオリジナルセイン、うい、続きやっていきたいと思います。ういポータル最終局面。お、あ、くっついてくんのこの人。あ、おー、パーティーになってる。4人なの。勝手に戦う系かなこれ。そうしてもらえるとありがたいんですが、とうとうなんかラストっぽいんだよね。そうですね。すごい、なんだここ。あ、レアンドロ来た。いいから、ザンダロー久しぶりね。最後に2人に会えるなんて嬉しい。レアンドラ、あなたの血に触ったコルグロがない分、あなたのことが分かるようになったわ。虐殺と境が随分とお似合いみたいね。いいから随分可愛くなった。すまない、大事な時は来る前に私たちを危険にさらすのではないかと恐れていたのだ。もう少し早く私の力が多くなりすぎて、お前が死んでも私は死なないということを知っていたら手加減してやったんだよね。はは、それが本当ならやはり霊魂融合は壊れているのね。ああ、そのようだな。凄まじい力が私の魂と心を合わさった勢いで、お前の力はただ鈍ってしまったようだ。だがな、私たちはもともとそこまで強くつながる運命ではない。子供時代に受けた恐怖の感情が私たちをつなげていただけであり、それからもう解放されたのだ。ああ、レアンドラ、あなたから解放されたわけではないが、そう思ったことなんて一度もない。私たちは二人で一つ。あなたがいないと私は衰え、私がいないとあなたは迷子になってしまうのよ。インプたちの虐殺、そして汚れなき者たちによって生まれた多くの犠牲、あなたの意思ではなかったはずだよね。あなたは殺人者の内沢なんかじゃない。おう、悟している。目を覚ませ。私は私、そして私がやろうとしていることは偉大なものだ。偉大、私たちを殺すなのか。ああ、おしゃべりだな、サンダロール。はっきり言っておくが、破壊と壊滅は決して同じではない。お前たちの家族を破壊し、そのかけらにを苦しみに陥れ、足音を残したまま去った。完全に消してやる。存在をきれいに拭い去ってやる。苦しみはもう終わり、悲しみももう終わり。やっと完全なる平和が訪れるのだ。よく言う。レアンドラ、君を実捨てるものつもりはなかった。君は愛していた。君たち二人ともだ。今も同じように愛している。こいつ、ここに来て、こいつ愛。もう十分だ。二人とも、全てはもう終わりだ。完全にこのおっさんのせいでなんか世界は大変なことになってってるわけだよ。もう完全に苦しみほど痛みを増す。お前たちを傷つけたくない。わかるだろう。あっ、えっ、おっ、えっ、お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 あれ、こんなになんかムキムキマッチョマンだったっけ。レアンドラ、いや、出すぎだと思います。あ、デスナイト、デスナイト、あ、やべえな、掛け合ってる。あ、やべえな。あ、あお、ザンダロールが、おう、ザンダロール頼むよ、ザンダロール。悪魔は出てくるし、デスナイトは出てくるし、やばくね、これ。まずあれかな、お、ボイドオーラとか、やめて、マジで。あ、でも、あ、さすがいいから、強い強い。ボイドオーラ勝ちまくってるね。やばいな。え、ボイドオーラってどうしたらボイドオーラされるの。これはどうしたらいいのね。実写を倒せばいいのか。そうなのかな。透明になってね、あいつ。あいつ、あいつ透明になってねえか。ワイルドファイアを、あ、な、違う、なんかこれビリビリのオーラかな。風の化身、デセクレーションを使用した。すごい強化をしてくれるみたいな。すごい地獄の炎を受けてみよう。燃えてる。お、強っ。燃えてる。あれ、これもう任せちゃった。この人たち強いんじゃないの、相当。うん、この人たちに任せちゃえばいいんじゃないの。あ、守備強化だ。ありがとうございます。ヘルメットがバケツマンみたいな。ボイドオーラこれどうなってんの。ちょっと一回全部調査。あー、2ターンって書いてある。あ、2ターン、何ターンか。でも無敵に近い状態になるって、ちょっとどうなのよそれ。で、こいつは風効かない。お前はこいつはボイドじゃないかな。こいつ土効かないね。土、風、で、こいつが命中率61、あんまり低いな。こいつ逆に水に弱い。弱い。その代わり炎効かない。で、ボイドナイトになっちゃった。ボイドナイトだって。デスナイトから。あ、でもボイドついてないぞ。特についてない。もう落とせばいいんじゃん。あ、風、そうね、ちょっと待って、
炎は大丈夫。風毒耐性があるね。風毒なので、あとテネブリウムちょっと効かないですね。あ、弱い。まあ、テネブリウムの塊みたいなもんだから、これ全部一緒かな。多分一緒だったね。一緒だね。炎を落としてやるしかないね。落としましょうか。レアンドラは食らわないけど。レアンドラはボイドオーラか。あー土、あでも炎、炎どっちみち 100% だ。この引かないね。なんていう氷でもいいのかなってことは。はあ、氷を落としてこの辺手前まで持っていっちゃっていいんじゃない。そうですね。はい、じゃない。いきますよ。はい、よいしょ。ようよ降り注げ。かなりボイドナイト消えたよ。かなりボイド消えた。もう楽勝っすよこれ。もうかなり消えたよこれ。しかも氷の位置、あ、ザンダロールが。ザンダロールも凍ってね、なんか気のせいですかこれ。あなた何しちゃってるんですかこれ。ザンダロールも凍ってるね。いやいや、まあまあザンダロールごとき。よし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 。で、ロウペインチェーン、ペインチェーン効かないのかな。どうなんだろうね。まあそいつにかけるのが一番かな。でも勝手に奥で死んでくれるかも。まあでも一応そうね。まあ凍らないペインチェーン効かねえ。効かな。ペインチェーン自体がボイドオーラであれなのかな。それとも単純に命中率。あ、そういや、はい、下地地点。お、もう4体しかいねえぞあいつ。相当ボロボロですよ。え、またもしかして。あー、なるほど、そういうことか。増える。そういうことね。増えちゃうやつだこれ。ということはだ、とりあえずこのボイド組をやらないと。そうね、めんどくさいことにどんどんなっていくね。暗闇を切り抜けた。すごいね。ね、もう完全に覚醒してます。多分イカラと双子とかそんな感じなんだ。危ねえなおい。お前メタルバケツを舐めんな。痛い。痛い。結構食らってる。ザンダロールも結構食らってる。あー、ザンダロールやばい。起こしてあげないと。いっか、イカラ逃げただけだった。イカラ、ちょっと待って、ザンダロールさんをちょっと回答してあげてだな。回答してあげてだな。で、あなたにだな、命中をつけてあげてだな。やれ、命中。はい。で、私は消えればいいわけだ。まあ、そうですね。はい、で、僕、次なる火のために。次なる炎のために。どっちもなぁ。まあ、ボイドついちゃってるからなぁ。ボイドゥだからなぁ。このターンどうするかだね。このターンとりあえず、エンカレージ、うん、そうね、強化で回って。ボイドゥってもうダメージなんもないでしょ、多分。なんもないですね。多分状態異常も効かないから。調査かかってないです。いきなり二人ボイドはずるいよ。ザンダロールが死ぬ。これザンダロールが死ぬとちょっとまずいよ。波動拳みたいなすげえ食らってるよ。あ、やべー、ザンダロール。あいつテニブリーム耐性全くねえぞ。波動拳出しまくりだぞこれ。滅卒。あ、壁に当たってる。死に当たってる。危ない危ない。よしよしよし。あ、お前もいいぞ。あ、そこいいね。そこいい。あー、そこ茶筅が。滅卒。ゴード。痛そう。そしてレアンドラが。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。ザンダロールが死ぬ。ザンダロール。割と死ぬ。あー、ボイドオーラ。お前マジ。これどうないすんだよこれ、ボイド組は。でもあの一匹はボイドを使えないぞ多分。そうだね。ちょっと回復はなった、自分でしないと。お、すごい、なんか回復したんじゃないこれ。しかもウォーターシールドだよこれ。ウォーターシールド。いやー、石化させないと。そこはさせないと。
いや、そこ凍結させないと。ああ、やばい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 。あ、あ、いからが。おお、回復させたけど。けど。ちょっとこう。これ僕レアンドラととあれですね。あれの間にちょっと煙を巻いたりしないと結構きつそうだな。これちょっと私出てこないとやばそうだな。とりあえずライフウォーターで回復してそうかな。うん。じゃないとザンダがザンダがマジザンダする。やった後煙かなんかもしかしたら煙玉かなんかでザンダルールの周りに煙巻いてやればビームが入ってこなくなると思う。か、このターンか、このターンか。まあ、あと俺焼いてるスモークでもあればな。で、こいつがまだボイドで、あいつはボイドじゃないです。ボイドじゃないのか。ビリビリ、いや、そいつは炎だっけ。え、これで炎だね。水に対する耐性が全然ないね。耐性ないからタッチする。それ、まあ、こっち行ってこれこっち行って迎撃されるけど、とりあえずこっち行ってで、ザンダロールの盾になりつつ、フリジンターン、頼む頼む。よし、おー凍った、ナイス。ダースがで、アナータが煙幕を持っているから、あ、あるね。そうね、その辺前といてもらえる。あ、いい遠投です。よしよしよし、素晴らしい。よし、で、超必殺技を超必超必を入れてくれ。くれー、行くだろ。あ、素晴らしい。よしよしよし、果てなき闇へと落ちろ。これでボイドを勝てるやつ、あとはあいつだけになった。あいつだけだね。こけろ、こけ、こけないの。こけないね。こけないの。そういう感じじゃない。あ、そういう感じじゃない。おぉ、いった、あぶね、俺身体強化されててよかった。近づかないと無理だ。はい、いった。大丈夫なのこれ。いや、まあまあまあ、全員の攻撃ぐらいはなんとか今のところ。ああ、どうしよう、危ねえ、いいね、危ねえ、素晴らしいよ。次あれだな、あなたのメテオストライクが。そうだね、ちょっとメテオシャワーが必要になるかも。メテオシャワーで、ここ、ここいいな、相手の攻撃全部この、ね、石柱の崩れたやつが。あ、いいから、これを狙って見えるけど、なかなかの作詞。なんでやねん。なんでやねん。よし、いいよ、いいよ。ザンダーロール。ザンダーロール。でもザンダーロール回復する。よし。おい。いや、あんたもや。お前もかい。あんたもや、これ。お前。あ、強っ。あれ、意外と肉体派？肉体派なの、ザンダーロール。肉体派なの？嘘でしょ。肉体戦士なの。嘘でしょ。燃やすしかないよ。とりあえずこうだな。ザンダロールがそこにいるもんね。はい、OK。 終焉の敵が何時に訪れる。あー、死んだ、いい、ね、あー、死んだ死んだ死んだ、うん、これで生き残れるだろう、ザンダロールも死にそうだ。ザンダロールが燃えている。あと行った、レアンドラもあと行った、うん。いやー、これポーション相手にかけられるとかねえのかなー。あ、ギリギリ一応足んない。ザンダロールに、なるほど。あ、いいね、すげえ回復力、これは素晴らしい。
あと待つしかねえんだよ、うん、どうせ多分次のターンがレアンドラがまたナイト呼ぶ多分呼ぶと思う、ね、あ、いやそんなことねえかザンダロールいったあ、増してやんのあ、切れたか失敗切れたな、ボイド切れたなボイド切れた切れたっぽい燃えながらすごい遠く行くねうんで、あ、レアンドラをフォードのことは任せて雨降らせて違う、熱を冷ますんだおーんおーやるね炎上状態、向こうさすがあ、ありがとうございます意外とアクションポイントあんだよねあ、やりやったあ、消えたあ、いいぞこれいけるぞこれはもういける可能性ナックスですねレアンドラこいつ何が効くんだヤールオゴスヤールオゴスまひっててあ、でも風が一番強いんだ体勢あるのにまひってんだよまあ、どうしようもないな逆にレアンドラはレアンドラがキーが 100% で効かなくてあとは水風が効くんだ ね, 手ね一応一人生きてんだよねまだナイトがナイト生きてるだこいつは多分次のターン燃えて完全に死んでくれるからレアンドラをラー水降らしてってあビリビリああワンチャンじゃないそれ周りなんか雷出てるしさあほんあ出るんあでも見えない視界にないね視界にないねイメージ一発ダメージはい、入れてちょっと減ったああでも視界を取りたくないっていうのもあるとりあえず今はじゃあ休んどりはそうねちょっと休みます休みますっていうかあなたは身体がかかってないのか身体だけかけてあげようはい全然ね、耐えられないんだけどね。おら、不滅だ。血で回復した。ポキーン。あ、そうらい。骨折したいいや。いいね。いいや。いいね。ヘイストナイトは死ぬあ、出たバラバラッつっておお、なんだおい、キャンセルしたのあいつスキップしながらああ、出したまた呼ぶか、だよねでも不滅ではないぞ、もううん、ボエダもうかけらんないからあ、自分からビリビリのところに行ってくれた暗闇呪い失敗さあどうなるスローすごい結構な状態異常かけられてるねいやでもボイドないだけまだいいわぶっお前よなぜか当たったぞお前お何そこ乳繰り合ってんの二人していや俺やっぱ男女の中ですからその二人はそこ三角関係してなさいよもうすごい回復させようとしてるなすごいな水の精霊なんだ魔法使いのさすが白の魔法ほぼ全開あれほぼ全開でもないないちょっとメロヤンがトトトロトトトメロヤンがメロヤンがこのタイミングで完全にだってさデスナイト超邪魔そうね、あーでも俺が視界にないのかちょっと移動しないとなんだこっちまで移動するあアイスウォール意外といいんじゃねあーアイスウォールやってみようかこれデスナイトの真横で一直線でやればここ視界がねえっつって言ってからあーあーなるほどそうなっちゃうのか炎が邪魔なんだここからあー君邪魔君が邪魔すぐ邪魔
そういうあれなんだ、ちょっと融通聞かない感じ。融通聞かないですね、これね。そう、しかもここが炎の上だから出せないっていう感じ。まあそこにじゃああれじゃん、メロヤン出せば。うん、突然現れる。お前よかったな、最後まで出番あったぞメロヤン。メロヤン。ラストメロヤン、ラストメロヤンスタンディング。すごいボコされると思うよ。あ、そっか、身体強化だけじゃ。ちょっと待って、多分ね。お、はい。ここがね、おお、すごいことになったぞ。これで、多分こういうことだと思うんだよ。ビリビリが耐性なくて。そこに水たまりがあるっていうことは、あれ、外れる。74パーイコール当たらないのと変わらないが。あ、でもまひった。あ、素晴らしい。ここは晴れたぞ。これはいいですよ。これは素晴らしいですよ。狙ったら俺と。ダメだ。ダメだ。鎖が通常しない。やはりダメだった。やはりダメだね。心に傷を持った人ですから。オッケー、あとちょい。こいつ結局何もやってないな。あ、うわ、お、肉は痛いな、この野郎。痛い、痛い。出た毒が。肉は回復するフィールドだ。あ、でもいいよ、このターンを全部耐えてくれるなら。あ、まあ、よし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 、計画通り。計画通り。いや、それ微妙に回復してなかったよ。レアルダのやつは回復してなかった今。回復してた、マジで。どうせかな、青い数字101って言ってたんで。あ、でも結構あるんだね。ちょっと もうちょっとビリビリしてよ。もうちょっとビリビリしてよ、君。ああ、もうちょい、ちょ、もうちょいだけね、ビリビリしててください。はい、でだよー。コンベルヤンとかにファイアーボール打ち込むと相当な爆発が起きますよ。マジか。ほんまや。ほんまや。もう打ち込むしかない。ごめんな、メロヤン。いいよ、ザンダさん、ザンダさん、どうする。ザンダさん、すごい、ファイヤーシールド。あ、すげえ。なんか、替えマジになった。あの人、走っていくと確実に。おお、そうやってくれますか。ファイヤーボール打てるんだ、あの人。あの人、火なんだね。ああ、上の方から回り込んで。おー、いいっすよ、いいっすね、いいっすね。はい、っすね。おお、そっちじゃない。ニックを、ニックニック強化したよ。ニック強化した。いや、ニックのターンもうなんもないんだよな。お前、殴るしかない。逆に病気にしてやるか、この野郎。レアンドラに足を投げつける。お、病気になった。病気だった、よっしゃ。よっしゃ。うわ、うわ、すげえ。いや、ニック、これ大金星ですよ、これ。いや、頑張ってる。これはナロニック頑張ってるよ。まひってるし。ニック大金星、素晴らしいね。いや、やはり持ってたな、最後の最後。命中リードのやつ取りちゃった。あ、次かけるわ。そーれ、オッケー、よし。まあね、あなたまひんないからね。真横に飛んできました。さあ、どうする。タウントして、トレトレーン。あ、ニックはちょっと残った。ニックはちょっと回復した、ちょっと回復した。が、ここまでか。あー、ニックまだ生きてる、まだ生きてる。よし、最後の一旦だけでも。だー、それはでかい、それはでかいよ。そしてザンダロール、ザンダロールだね。お、マヒテル・ヤンドラ、いいよ、いいよ。すごい熱状態になった。俺強化してくれてる。いいね。凍結失敗。大地の怒りを受けようと。あ、石化させた。おお。ここに来てやっとだよ。
届くのか。炎上失敗。あの忍者の炎上は消えたって出てるけど、なぜわざわざ炎上取り除いたんだよ。よくわからないんだよね。あ、邪魔しかしてないんじゃないか。あの人たち大丈夫かね。これ最後使いたかったけどな。あ、いけんじゃない。なんか意味あるのかないのかちょっと微妙に。まああんじゃない。あ、一人なんか凍結状態になったよ。うん、これ中に入ると確実に凍結するらしいよ。やべえな。私に祝福を。そうですね、お忘れです。ちょっと燃えるがしょうがない。さあ、いったれや。あでんでででん。お、いいのが溜まっておる。いいのがアップしておる。ダメージがプラ50になるらしい。ふんのい。ザンダロールが熱を与えてイカラが熱を消したるってすごい。いいダメージを期待します。4か。あれお、入った入った入った。結構減ったよ。素晴らしい。おおおお、うわーすげー病気、すげー病気。やべ、おー何それ。変なの出てきた。あ、ボイドオーラ、自らにボイドオーラしたこの人。ちょっとそれは聞いてない。すごい距離そっち行ってる。あー、そっち行ってる、こっち行ってる。どっち行くの。え、なんかちょっと待って、なんか後ろの方になんか変な魂みたいなの浮いてない。浮いてる、なんだあれ。あれ壊すのか。あー、あれがボイドオーラ発生装置の源になってる、多分だよね、絶対多分壊さないとダメだこれ。そうだよね、防御の結晶石って書いてあるもんね。こっち移動し…あ、待って、これをまず調べよう。90風。あ、普通に壊せんだ。普通にもうそこからもう遠距離攻撃でボンボン壊したら。いや、これ多分ね、ここの…ここが邪魔なんすよね、これが。左側にもある。おう、なるほど。あ、いやだな、遠すぎる。とりあえずロックプレスで1個壊して、はい、ここ壊れた。壊して、でまたメロやん。ああ、それもあるけどね。まあ、確実に41。おお、何だと。どうしようかな。まあ、その辺のボイドオーラをどうかするか、あとは爆弾を投げといてもらえるとまたあの人ビリビリするんじゃないかなっていう。あ、そうね。うん、電撃ボム。あ、いいですよ。あ、その辺いいっすね。あ、そうで。効果だと。あ、そうか、ボイドか。あとなんかなるかな。あ、まあ、あとは貯めといてもらってもいいし。そうだよ。召喚してみた。召喚してみたよ、この人。アンデッド。どっちは。あ、でも、そうか、20のアンデッドが出るから。その通り、強えんだ。あれ、めっちゃ強え。めっちゃ強えじゃん。私が毒部、アンデッドはよ、強いよ。なんだなんだ、また呼ぶ、また呼ぶ。あー、次、なんか変な出た。土だ、土だ。効かねえ。効かないよね。わー、なんかファンネルが、くっついてってる。ファンネルがやばい。あ、まひった。まひった。あ、でもそんなに強くねえ。あいつが問題。ボコボコ。ある意味、俺の壁がいい、あれ。そっち任せた。え、これ回復しない？大丈夫？
りあえず1個ドンでしょ、これであと1個か。そうです。メロヤン召喚、降りてきた。よし、メロヤンが降りてきた。こいつはいいぜ多分。さあ決勝席をやってくれると。消えた？消えちゃいないな。消えちゃいない。多分あれを壊さないと。何これ、属性無効って書いてある。ダイファミリー。ダイ。あっ怖い。しょうがないじゃん、氷漬けなんだから。やはり釘は大事だったってことだね。なんかすげえ奥の方で縮まってるな、あの人。危ない、脈向こうか。動かない。これで元気になるんだ。お、立ち上がった。お、立ち上がった。ヘルプハンド、さすが。素晴らしい。すげえ固まりすぎじゃないぞ、こボイドさんたち。すごい狭いところに出ちゃった ね。とりあえずエリアの中に出したくない結果がそうだったんだろうね。麻痺った。すごい麻痺ってる。まあ、すんげえ麻痺った。はい、壊して。ちょっと、できない。押す。早く、早く。はい、おお。これで壊れた。消え。これで、これで多分ボイドオーラ消えるじゃん。多分。まだボイド？あ、消えた。消えたね、よし。で、俺はこいつの相手をしに行く。メロヤンがその変な炎のつって戦うことに。いや、なんだこれ。え、あ、いいのか。ワープした。ワープした。どういうこと。祝福はまだ2ターンついてる。あー、逆にこれか。ヘイスト、ヘイストかけて、あの、あいつを俺の手前に持ってきてくれると非常に助かるんですよ。ね、と遠くに行こうとするとこに行っちゃうんで。ここら辺でいいですかね。はい。はい、結構痛そう。あ、しかも転倒しないか。しないか。まあいいや、あと頼め頼むわ。これもう確実に行っただろう、もう。守備長かけられてる、メロヤンが。やっと。シルバーメロヤン。ね。シルバーメロヤンだね、確かにね。メタリック。メカメロヤンみたいな。カレーにあれ強いんだろうな。いや、もう決めてください、決めてください。エレアンドラにバチコーンとやるしかないね。バチコーンと、とりあえずまずは骨折してもらおうか。骨折死ぬじゃないか。 あ、やったー。 お、 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 お前には私を止められない。もう手遅れだ。キョムがもうここに来ているのだ。すべての終わりだ。どういうこと？死んでから何かしたと？守護者よ、今こそが魔法を使うときを。今使うの。霊魂融合は修復しなきゃいけないわ。その魔法でしか終わらせられないの。ほう。ほう。イカラ、させるわけないから。今のレアンドロの力は強すぎる。君はにはとても扱えないくらいに。もし魂を合わせたら君は全てを食い尽くされるぞ。ほうほう、取り込まれるってことかな。何が起こったのか、なぜあんな風になってしまったのかもわからないけれど、渡せなければならない。理解なんてしたくていい。守護者よ。これ二択か。魔法よ。ドゥル。どうしよう。ドゥル。どうしよう。ドゥル。アニジャさん、どっち？どっち？アニジャさん、ストップ、ストップ。ストップ。あまりはリスクが大きすぎる、ふざけてる場合じゃない。守護者を感謝する。レアンドラはこの道を選んだ。そして今、我が女はその苦い終わりへと向かわなければならない。そうだ、お前、やったことの報いは受けてもらうぞ。いかわら。レアンドラはもう助からない。霊魂融合があったことにしてもなかったにしても、彼女の運命は虚無を呼び起こした時にすでに決まっていた。君までも破壊に巻き込む必要はない。もう終わった。
許してレアンドラ。ついに終わった。レアンドラの苦しみは大きかった。そして彼女が生んだ苦しみはさらに大きかった。本当に終わってよかった。よかったと思ってんじゃないか。死後者よ。妹は石像のような何かを落としていったみたい。彼女の後ろにあるポータルと同じ魔法が波打ってるわ。これを使って始まりの園への道を守っていたに違いない。なるほど。確かに両あるね。あ、落ちますね。おーおーおー、なんかすげえ。デスナイトの石像。レアンドラの杖。ほいほいほい。ほいほい。え、まだ終わってないの？まだ終わってないみたい。ボイルドラゴン倒すってことこれ？うん、多分ボイルドラゴンを倒せってことじゃないかなこれ。おの。そこまで終わったと思うなよっていう。鑑定して。鑑定します。パキン。デバイン。近く。ここに来て近く。アンジャに送る。近く。ヒーロー。まあいらないですね、あなたは。近くのヘルメット2つもあるよ。結局最後まで近く。近くに近く。体格の意味か。まあいいんだけどね。でれ。火事。行動優先。101。エスト。微妙だな。まあ微妙だね。まあここまで来るとね。出なかったな。壊れない。塩スペル。デスナイト撃破。え？デスナイト撃破。行動優先プラス10なんだけど。すご。で対デスナイトとしては一番いいんじゃない。そうね。てかなんかしないけどさ、イカラがもう完全に俺くっついくるようになっちゃったんだけど。もう好かれたんじゃない。もうザンダロールはもういらないからあなたでいいわ。やばいわ。出ちゃったわ。ちょっとじゃあ、レアンドラのやつにしとこう。すごいことになってる、なんか。ボイドオーラ無敵がくっついてる。はあ。で、エデンのポータル、行きますか。行くぞ。このポータルは虚無の魔法によって気がされてしまって、元に戻す方法があるはずだ。俺か？虚無に対する、それなんか、あんじゃない？うん、俺多分レアンドラのやつを装備してるからこれで調べればいいんじゃないかな。特にね、スキルがどうのこうのっていうのはないんだよね。うん、なので多分私が調べると、あれ、ダメ。資格は？ダメか。お？その杖にはなんか魔法込められてんじゃないの？ボディフレーム。ボディフレームしか。ボディフレームを撃てばいいのかい？ここに。いかねえ。だよね。その杖で殴ったら。あ？ This portal is tainted by void magic. There must be a way to remove it. 効かない。無敵ボイドオーラ。無敵とボイドオーラってどういうこと？デスナイト撃破のあれは？ああ、釈状？その力を使ってみれば。ということは、これを装備して、スペシャル、デスナイト撃破。で、スキルを使う。これか。お、いけそう。スペシャル。おお、来た。なるほど、これのために必要だったんだ。で、私はいいから。レアンドラ杖。レアンドラの杖にね。いざ終焉の時？まあ、しょっちゅう出るこれ。あれ、終焉の時に戻るのか。おお、まあ、レアンドラあっさり倒しましたけどね。うわぁ。始まりの園。始まりの園。あー、スタルト？アスタルトともやらないといけないな。やらないといけない。なんかすごいね、周りが。あ、ターン。レアンドラの杖を構えておこうって書いてある。彼女のデスナイトは相当多くない。はっはーい。ちょっと待って、ちょっと待って。これはこっちを装備しておかないとダメってことか。デスナイト1体、2体、3体、4体、5体、6体。6体？ 6 体もデスナイトいる。いるのかい。これどれぐらい遠くまで？ああ、なるほど。
一体は確実に最初に破壊できるはずだよ。あ、でもほらこっそりデスナイト弱体化をやって、はい、あなたが魔法をブッとぶっ放すっていうのがいつものあれじゃないですか。あー、そっちの方がいいのかな。そうだよ、そうだよ。うわー、どこ、ごめんね、どこに行け、右か左かだよ。やべ、結構じゃない、もうそこギリギリでしょ。そう、ちょっとおどきなさって。これ以上前進めない。ここ？ここ？この辺？あ、ダメか。俺のでもダメなんだ。スペシャルは？一体しかかかりないでしょ、それ。多分。使用宣言ないけど。勝負に送り戻す。ってなると、うん、やっぱその杖いらないから。うん、普通にやった方がいいんじゃない。15メーター以内でスタイガーのあれを全部消して、はいはいはい、もうメテオをバーン殴るみたいな。なるほど。じゃあメテオスタンバイだけしといて。メテオスタンバイしますね。これにしといて、うん、とはいえここからメテオ撃てる。ボイドついてんの？このままちょっと待って、ついてるでしょ。だってついてたらでも、いやだからスタンバイだけしといて。ああ、はいはい、はい、遅れと。左か右かどっちか。こっちだね。じゃあ俺が、うん、シャドウで、シャドウウォークで近づいて、はい、スナイトのプラス振らせよー。はい、え、効かない効かない効かない。1体だけだっけ。1体だけ。わお、おぶねえいや、俺はこれはちょっと尺上をそっとそっとスペシャルに持ち帰るぞ俺は。ちゃあ、そんな強くねえんだ。あなたもでもあれでしょ、デスナイトの弱体を持ってるから一気は、うん、で、スペシャルと俺は弱体をこう交互に使う。凍っちゃうよ。凍っちゃうっていうか、それこけちゃう方が心配だわ。危ない。これ何の属性のデスナイト？多分各部属性なんだろうな。火の属性のデスナイトと氷の属性のデスナイトと、あれ土でしょ多分。いろいろいる。緑だ。多分毒出してくる。石化神秘。危な。うん。ドボー剣。危ね。喋ってるぞ。転倒したー。ニジャが。転倒したー。ヘルプハンド、ヘルプハンド来るでしょう。でもザンダロールヘルプハンド、ヘルプビーハンド、フレーム失敗、ごめんね。カラフルだなこいつらね。デスナイト戦隊かよ。俺にヘイストをかけてどうする。ヘルプハンドですよね。インドシールド、インドシールドなんですか。あのアニジャー見捨てるつもりということでよろしいかこれ。エセクレージョン唱えてる場合か。これアニジャは見捨てるという方針でよろしいなこれ。おお、見捨てられる。いや俺いいからね。俺はいいから。ちょっとバカかなあの人たち。まあとりあえず一体ずつ、ね、そうだね。コラプトデスナイト、フロストデスナイト、これ氷だね。そう、これ多分近場のやつから。じゃあまあこの辺から。で、これは装備を変えて、はい、変えて、そのスペシャルを、でスペシャルを使って一体を破壊。
フロスト、フロストがやばいね。フロストはやばい。おお、一撃だ。5万もダメージ入ったよ。あれ？あれ？え？そんな？うんうん、はい、はい。そんな？そんなポンポン使えんのこれ？はい、もう。使用回数無限なんで。マジか。そういうこと。何これ？何それ？ターンで復活みたいな感じ？いや、よくないよ、それは。それよくない。いや、絶対来るでしょ、あれ。復活するやつだね。うん。痛い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 ね、それ。ちょっと押し込んでもらっていいですか。はい。右押し込んでもらっていいですか。右スティック押し込んでもらっていいですか。はい。よいしょ。ちょっと…いけた。で、お前のやつと、これでしょ。あとこいつを消す。で、兄ちゃんの横のやつも消す。こいつも…この杖なんて絶対無理やん。消す。で、もう一体。もう一体。消す。残り一体。いや、次のターンでなんか来るような気がして、すごい怖いんだけどな。いや、とりあえずちょっとこっちに移動しておいて。射程圏内に入れとく、全部。ザンダロールの野郎、俺を助け起こさないんだけど。 そしてイカラはイカラで相変わらずザンダロールを優先的に助けるっていう。こいつらこいつら本当に愛です。あ、無敵状態が消えた。だよねー、だよねー、だと思った。すごいすごいだと思った。一体でも残ってれば的な感じ。もしかしてこれあれが出ちゃうと次のターンで出てくるんだ。おうおうおう、全部の攻撃受けてんぞ俺が。いやー、どうしようかな。もうあなたが杖でもボコボコボコ倒していくしかないね。そうだね。ということは自分にこう兵装かけるのが一番いい。あれ、アニジャがやべえな。この2体先だろ。ちょっとザンダローに行ってくれ、ザンダローに行ってくれ。そうそうそう。危ない。危ねえ、俺転倒したらやばいわ。クライム失敗。まあ、とりあえず1体ずつやっていくしかないか。そうだね。4でしょ。1、2、3体やれるから、僕の方のやつをなんかその左側のなんかすごい一番左のやつが多分なんか復活させてる感がある。こいつ持ってんですないと。なるほど。なんかそれぞれ表示が違うじゃん。なんか確かに、なんか何あれ、なんかついてる。これが炎の範囲向こうってやつ。あ、じゃあ無敵じゃないってこと。無敵じゃないね。そいつは多分復活させてるっぽいんだよね。じゃあまあ、とりあえずちょっと1位移動しなくちゃいけないから、そしてあっつこいつ倒す。まあ奥からね、一人一人やっていくか。そうね。あぶねえ、ギリギリ。はいはいはい。で、いやーこれ速力と体格上げといてよかったわ俺。確かに。これなんか待って、こいつは復活したやつも倒すとすごい経験値入ってくんだけど。まあ永久期間かな。あ、炎上消えた。で、効か…あー、持ってるんだこの2人は。上場化して石化させた。あ、いいですよ。石化いいです。石化しないし。いいことだね。うん。行動制限してくれるのは非常に。ただ、これに兵装かけてくれ。お、300。あー、あの、水の最上級。アンジャ回復。おー、回復してきた。
違う、そっちじゃない。俺にヘイストをかけてくれ。ああやばい。ああ、こいつを無敵を解いて、これ装備渡せないもんね、戦闘中は。よし、問題はいつだ、これが終わると復活しちゃうのか。危ねえ、霊感。あいつは弓を持ってんのか。だね、クロスボウだ。頼む、ここで復活しなければなんとかなる。ここで復活しなければ。来た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 、返せよ。で、いいのやつも、これでどうなんだ。あれ、よし、終わった。危ねえ危ねえ、何回戦わせになったんだよデスナイトで。危ねえ、なんかすげえ落ちてる。こけたぞ、しかもあの人痛いです。ハッピーハーン。すごいたくさんある。トレイジャーアイテムがいっぱい。さすがにだな。でもこれでもあれだよ、ま、近く頭は近くしか出ないオチなのこれ。あー、まあこんなもんですね。ちょっとね、重いんで、アンジャに送るね。はあ、よし、ほほー、okay、すごいね。 30万 XP だと、ね、もう1体10万ぐらいでできたらずっと倒してたらワンチャンすごい距離レベル上がったかもしれない。そうだね、復活したやつからもなんか普通にもらえてたもんだ。もらえてた、もらえてた。もうここまで来たらって話なんじゃない。ちょっと回復しまっていいですか。あ、すいません。あ、僕もですね。死ぬほど1秒ないです。っていうか、普段は回復してくれないんですね、この人たちね。そうですね。よっ、あの杖がなかったら相当きつい戦いだよ。そうだね、杖もボーンボーンって壊せるからいいけどさ。いや、あれ正直ないと無理だし、正直俺が速力と体格をあそこで上げてたのは非常に有効だった。あれで4体攻撃できるから相当あれのおかげでいいですか。だってあれ速力体格なければアクションポイント足りなくて結局自利品っていう、1体2体しか倒せなくてみたいな流れになっちゃうもん ね、 ね、うん、さあ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 、てか別ないとどんだけお前その辺に配置してんだよっていう話なんで。また出てくんのかな。まだまだいるでしょこれ。うそー、あのデスナイトレンジャー、デスレンジャー、オイド戦隊デスレンジャー。あ、なんかいる。え、ブライアン、ブライアンって商人じゃなかったっけ確か。ああ、なんかあの売ってるやつですか。よブライアン、慣れない場所で知った顔を見るのは気分がいいもんだ。なあ、こんなところで何してんだ。俺か、俺はただ楽しみながら商売をしようとしてるだけだ。明日には全部なくなってるかもしれないからな。おお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 、すごいたくさん売ってるのか。売ってるけどどうだな。クイックセーブ。ここにこいつが来るということはもう最後の準備をここでしなさいと。どうしよう、この後3連戦ぐらいとかあったらちょっと勘弁してほしいんですけど。いやー、レベル上がっちゃったみたいな可能性あるからな。あ、でもセーブ入ったよ。さらにセーブ入った。どういうことなんじゃないですかこれ。そうだな、いや確実にあるな。なんかていうか、あいつのそういえば宝箱見てねえや。
開けないと。あいつの前後に当たったから僕は一体何なんだ。空。いらないやつはここに入れといてください。水かよ。水だね。最後の最後に飲むべきものはもう水と。これあれでしょ。多分上にあるの大神の箱でしょ。いわゆる。ああ。言われてきた。この中に。そう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 。おわ。ああ、そうだね。おお。何？ちょっとびっくり。ラムちゃん。我が守護者、失われた友よ、共に立ち向かいましょう。なんで？おお、いろいろ持ってる。お前もなんで持ってた？無に包まれ、剣王にまみれた翼の音が聞こえます。声なき声、虚無が現れる。虚無。皆さん、ドラゴンが来ました。私のそばに共に立ち向かうのです。おーおーおお、あんまり大きくない。あーはー、あーはー、いきなり。え、ボイドドラゴン、マジで。お、意外と強いんじゃないのそれ。すげえ減ってたけど今。絶対あと召喚すると思うんだよな。いくつだよ。ほらほら。あ、出た出た出た。そこら中に、そこら中に。うわ、スロー状態になったあれでしょう。うい、ぐい。あ、直してくれるらしい。あ、違う、そっちかい。守備強化しただけや。ボイドウォッチャー強い。133クラッターでしか。ウォーターシールド好きだね。好きだね、あなた。向いてる方向と違うところが全然違うところにダメージけど、こいつらを倒して意味あんのかな。いやー、どちらにしても本体倒さないと永久脇でしょこれ。いつも通りで言うと。あ、凍った。ワンダラーが素晴らしい。ワンダラーした。あ、すごいよ。ここにいつになくこうザンダロールが頑張ってる。とりあえず見た方がいいと思う。そうね。何を持ってるのこいつはっていう。ちょっとさ、ボイドドラゴンホバリング。ホバリング。あ、あれか、地形効果無効ってことだ。多分そうだ。命中率 100% ダメージ。うわ、すげえ高え。752から948ってます。炎、水、風、あ、全部半分じゃん。あ、でもそう、テネプリウムだけは回復する。ノー、私が攻撃すると回復しちゃう。ちょっとそれは良くないよ。テネプリウムで回復しちゃう。土マイナス50。土、こいつは土だね。で、各種属性が違う系か。あ、これも土じゃないと。でもしかも回復するね。 200% と書いてあったね、風。マジか。あ、全員土。土 200% かーな。何が 200%？ ちょっと待って、テネブリウム。テネブリウム 200% テネブリウムで戦って。はい、アニエさん、そこで装備を変えてください。装備変えないとダメだこれ。速攻で変えてください。ほら、あの斧を俺に渡して。あの斧。うん。おう、どれだ、これか。あ、それもテネブリウムか。あ、これもテネブリウムだな。いらねー。これは、あーあー、あ、待って。あ、私が今現状持ってる武器が、いや、炎の知覚存度くらい。いや、でも待て、下手げな。あなたのはベースダメージが強いから、下手げなテネブリウムの武器を渡すよりはまだそれで殴ってた方が。ああ、まあ確かにワンチャン強いかもしれない。風も回復するやつだと非常に相性が悪いんだけど。風回復がですね、現状いらっしゃらない。風100。これは耐性持ってないっていうより回復はしないですね。土はマイナス50なんでしょう。はい、土はマイナスです。ってことはその剣は一応いいんじゃないの今。あ、なるほど。ということはテネブリウムだって200回復だから部が悪すぎる。最後の最後でそういうことするかね。そっちじゃなくてその左の剣だな。これね、それを私に。うわー、まさかまさかここに来てたな。ちょっと渡しておいてくれると。ここに来てたな。風だって、風も 100% でしょ。風も 100% だね。ベースダメージだけで勝負することになったら。そうですね。普通にテネブリウムのダメージ分回復したらあまり効果がない。
ちに祝福を与えたまえ。祝福を与えて、俺はもうさっさと消える。あ、もうやってらんないわ、もう。あ、俺のターンより早くあいつらが動くって意味が分かんない。おお、大丈夫か、スタルト。大丈夫だな、あれ。お前、神様の割には弱いな。セクメーション麻痺したよ、麻痺したよ。アスタルト、神。神軽く麻痺ってるぞ。麻痺向こう。鬼じゃの、強いじゃん、だって。サゴマごとき麻痺るわけで言うな。あ、そうですね、いいと思います。はい、それでいいと思います。よしよしよし。何くらい見かけてくるの、あの人。そうね。よし、装備を。そうね、まずそこから。炎を効くやついるんだっけ。炎は、いや、炎と土は、土が弱い。炎は関係ない。属性プラスマイナスもついてない。土で切れ。はーっ、当ててくれ。ギリギリ3体。ういおー、強い。クリティカルヒット800。これ結構きたんじゃない。やはりそれか。私に振り向け。来た。全員挑発状態。今日は全てを飲み込まん。はい。ドラゴンブレス。あー、痛い。あ、いや、でもそうでもない。軽減率が310。でもなんかすごい恐怖状態になってるよ。俺プルプルしてるもん。恐怖状態。なにそれ。あなたどうしたの。なんかついてる。どうしたのそれ。恐怖詳細を。キャラクター機を操作できず、自動的に言おうとする。やばい。攻撃サービス、背面攻撃、意志力低下、ヒセクレーション、ダメージプラス40なんだ。そんなのが続くんだ。あー、攻撃力が、あ、だから強えんだ。半端なく強いね。なるほど。で、ちょっと、どうにかと。恐怖治ったっけかな。あー、治らないっすね。治らないっすね。どうしましょうか。とりあえずアニジャ強化すごい強度、多分 HP が足りなくなりそう。俺恐怖向こうの指輪外しちゃったからな。ああ、ここに来てか。実はっていう、まあ、ちょっと耐えよう、ここは耐えよう。来た耐え死ぬものだ。大丈夫、俺もゲット。イカラと多分ザタロールが何とかしてくれると思う。ああもうダメだ、あの神はダメだ。あの神かなり弱いぞ。もう神だかなんだか知んないけど、お前はもともとそそのこされて飽きたのが悪いんじゃないかよっていう。頼むザンタロール。そういく。ちょっかいかじってるな。そういく。逃げられてんじゃねえかよ、お前。出た。挑発攻撃が。うわ、痛い。危ない。結構回避してる。ああ、いいね。恐怖心に駆られながら結構回避してる。でも結構痛い。逃げまくる人がよく銃とかが当たらないっていうあれと同じ現象じゃないですか、あれ。あれさん、出番です。勝手に恐怖で。勝手に恐怖で逃げちゃう。そんなにいっちゃうの。ダメだ、強度、力を感じる。え、裏切んじゃねえだろうな、お前。守護者よ、ソースはお前を癒す、こっちへ来るのだ。お？お？いや、全然俺入ってないんだよ。あ、いや、入った、うん。いや、痛いんですけど、それ。それ恐怖発動するとやばいよ。
でもなんか、カゴはもらってるらしい。全体的に。おっと、早く。お、ヒースは入った。入ったね。撃てますが。どうなのそれ、それどうなの。これ、ドラゴン効くの。この人どう、まあ、あの、氷はしないけどね。氷はしないけど、前段は入るよ。前段入ればいけんじゃない。うん、綺麗に入るよ。もうぶち込むしかないよ。ぶち込んで、多分第二段階みたいなのがスタートするの間もなくですみたいな。ここ真上モードにすればいいの。真上モード。ああ、そうね。そうだね。そうそう。そうすれば多分ほとんど全段入る。いきますよ。おい。ふれ。ああ減ったわ。ああまあ減ったは減った。減ったは減った。あれ凍った？凍ってますよねあれ。凍ってるっぽいね。凍ってますよね。まさかの。あれ来ましたね。ボイドドラゴンって凍るんですね。あ、忍者回復しないとあの人死んじゃう。結構痛い。ああの人死んじゃう。結構痛い。あの人死んじゃうやばい。大丈夫、それが終わったらあなたのターン。はぁ、すんげえ回復した。あれだ、ソースの祝福。ソース、ソース、ソース飲んでんだよ多分。ほら持ってるんだったら俺ちょっと近くに行き。そうね。あ、しかもつまずいた。あ、そう俺チーン。エコーセか。ほら、凍った。凍ってた。よし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 。お前も撃てるんかい、滅殺。いや、回復してねえだから、こいつの攻撃先から。属性が、回復属性だろ、これ完全に。いや、一応減ってる。あ、いや、もう動く。あ、もう動くね。じゃあ、じゃあ、もう、次になる。時短装填。ホイエファイヤー。おお、素晴らしい。すごい効いてるね。そしてさらに炎上。ボイドドラゴン残り半分。ボイドドラゴンと共に滅びることはできるのかね。いや、さすがに無理だ。無理でした。さすがに無理だ。でも、命中率 100% やん。右折してるのか。してるね。こっちはこっち。ほい。あー、いいダメージだ。やっぱり私とかどれもいい。あ、まあ、引っ込め。いや、もう一個出てる。これあれだ、鎧についてたの多分。あーは。あ、いや、指輪についてるでしょ、マヒムコ。マヒムコでしょ、うん、鎧ムコだ。あ、鎧ムコ、ね、鎧ムコは鎧についてた。おお、全体鎧。おお、全体守備強化。あー、オバハン使えるな。で、おさらに召喚メロ、ダークメロヤン。ダークメロヤン。しかも炎まで剥がれた。いったー、なんかちょっとドラゴンっぽい。あー失敗。いや、減る。この二人がどうしようもなく使える。アースシールドとか。これはちょっと一人増やした方がいいかな。私セクレーションは借りてくれるけど、サチからこれは
ですね、多分ですね、雲同士、ええ、メロヤンにはメロヤンよ。すっごい指鳴らしてるけどすっごい指鳴らしてたけどそんな召喚ありね、ありなんじゃないですか。ヘイストはかかってない。イエス、ヘイスト、これどん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 俺呪われた、うわ呪われた、アスタルトなんとかして、アスタルトが死んじゃう。戻失敗。え、いや、やべえな、ほんとに普通に死んじゃう。やばいぞ、これはは、はぁ、なんかいろいろ死に屈しちゃったぞ。あ、いや、え、いや、あれ、あ、え、あ、ちょっと待って、おー、なんかお、ちょっとそんなやばいやばい、そんなジグザグ、ジグザグ起動しようとしてる。ちょっと何を起動させようとしてるの。やばい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 、ファイルが見えない、見つからないとこ書いてある。あー、ダメだねそれね。コンピューターシャットダウン。ダメだねそれもね。コンピューターありません。 Days only the void、 void だけだ、 game over、 no, no refunds、 you have failed、 fail 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 fail、 おーおーおー、そんな演出ある。なんだよ今の。完全にハッキングされましたよパソコン自体が。いやー、おー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 、終わっちゃいました。終わっちゃいましたね。はい、というわけで次は頑張ってクリアしたいと思います。はい、またね。またな。